私にそういうのを表現できるのはやっぱ歌しかないので、こう歌でこう力強さがこう表現できたり、そういうものができたらすごく嬉しいなとは思いましたけど、難しかったですね。なんでしょうね、すごくこう恋愛一つに絞った歌でもなかったりするので、すごく大切なものをこう分かりやすくなんか大切にしていきたいんだみたいな、曲のイメージがすごく強いというか、あとメロディもすごくいい感じなので、逆に私がそこにこう引き込まれていく感じで、すごく素直に、はい、なんか歌えましたね。あまりこうこういう風に歌おうとか、こんな感じの歌い方の方がいいんじゃないかとかっていう悩みとかも全くなく、本当にもう感じたまま広い感じの歌い方で。8月、都内のスタジオでこの曲のプロモーションビデオ撮影が行われた。ありがとうございます。よろしくお願いします。舞台はすでに整っていた。そこには主役の登場を待ちわびるオーケストラの面々、そして小劇場を思わせる不思議な空間。すごいセットがすごい素敵、ロマンチックな感じ。撮影はセットチェンジのため一時中断。次のシーンを打ち合わせするスタッフから一人離れ、手持ち無沙汰な安室。すると突然、何を思い立ったか怪しい動き。木陰に身を隠す安室、なぜかかくれんぼを始めた。ところが誰もそのことに気づいてくれない。つかの間、童心に返してくれたセットが痛くお気に入りの安室だった。 This program is presented by AVIX Group. 単純に嬉しかったし、あ、やりたいなとは思ったんですけど、その反面すごいこう出演されてる俳優さんの方たちがすごくその映画に対しての思い入れとかがすごく深くて、逆になんか私なんかが歌っちゃっていいのかなとか、すごくちょっとそこら辺でプレッシャーはすごい感じちゃいましたけど、こうなんだろう、気に入ってもらえるのかなとか、この映画に本当にこう合った歌が歌えるのかなとか、そういうのは私はありましたけど。